私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんばんは、ドクター熱血です。アップが遅れて申し訳ございません。体調不良で声が出ません。お聞き嬉しくて申し訳ございませんが、ちょっとどうしてもね、今日この動画を上げなければいけません。新年特別千年決戦編プライズガチャ開店。暑いです。これはいいよ。これはいっぱい引いていいです。がっつり回していいです。今ある霊玉すべて突っ込んでいいですというようなガチャがやってきました。そう、一番最初にまとめね、まずはこのガチャ引きです。さあ、どう引きかっていうのを説明していきたいと思いますが、まずはキャラクター紹介からいってみましょう。ちょっとね、これ中の人変わりましたよね。ピックアップの紹介が別にアビリティの下の方とかはいらないのよね。なんで別にその新アビリティじゃないことをこうやって入れてるのか、中の人が明らかに変わってますね。まあ、まあ、まあいいや。まずは、黒崎一護、千年決戦2024から見ていきましょう。上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。待たせたな。決議は釣れずさー座れ。座れ。邪魔はさせねえ。邪魔はさせねえ。行くぞ。行くぞ。イチゴは赤攻撃タイプの強攻撃特化型。すべての攻撃に弱体と劣勝。強酸が新攻撃、ため二段攻撃。キラーは死神キラー、シェヌリッターキラー。ソウル特性は強攻撃 20% アップと強攻撃クールタイム 12% 短縮と。宇野花さん以来の、ソウル特性2個持ちですね。パッシブスキルスーパーマー。新アビリティ、死神クインシーへの状態以上確率アップ。これがいいね。アビリティ、強攻撃、もうだ、ここ読んだら全部下いらねえじゃないかな。強攻撃1つアッププラス2、必殺技1つアッププラス1。状態以上、不要時一定時間レアス 80% アップ。全状態以上無効。めっちゃ強いっす。ていうか、千年決戦2022の1号が心で、また心なんだね。で、さっきも言ったキラーはダブルキラー。ソウル特性2個持ち。パッシブスキル、緊急回避回数プラス2回、緊急回避距離アップスーパーマン。便利ですね。移動がいいですね。強攻撃のダメージアップがなくて、強攻撃1つアッププラス2。必殺技1つアッププラス1。強いね。劣勝状態時全ダメ 60% アップ。敵弱体時全ダメ 40% アップ。死神クインシーの状態上確率アップ。これがいい理由としては、これグループバトルでめちゃくちゃ活躍しますね。グループバトルでよく困るのは、状態上入んねえわー。っていうのは困るところ、これのおかげでサクサクいきますね。敵ガード無効、赤無効貫通、潜伏無効、全状態上無効、状態上不要時一定時間レア 80% アップ。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃ強い。ただですね、今不具合がもう発表されていて、なんか、多分ね、これあれなんじゃないかな、挽回生放送で、たまたま森田さんがやって不具合が分かったっていう、通常攻撃 1,2,3 の終わりの際にモーション中に強酸を発動した際、強攻撃の、強攻撃3の1段目のエフェクト及び、攻撃判定が発生しなくなる場合が、これじゃなかったな、
これですね、緊急回避を行った直後に強酸を使用した場合、強酸の2段目のエフェクト及び攻撃判定が発生しなくなり、再度緊急回避を行うまで操作できなくなる。意外とこれ状態としてあると思うんですよね。避けて強酸はできませんというところですね。これは困ったことですね。本区外は今後のアップデートにて修正予定となります。今後のアップデートはいつですか？いつなんですか？次のグループバトルまでに修正してくれないと困りますよというところですね。っていう、これは強いです。使いどころとしては、グループバトルベリーハード、グループバトルノーマルハードベリー、ノーマルハードベリーハードナイトメアで活躍ができます。めっちゃ強いです。僕だったら、ベリーハード以上の場合は、全ダメ 25% アップと、劣勝状態時全ダメ 40% アップですね。が強いと思います。あとは、あそこでも、限界討伐クエストでも、この状態上確率アップがあって非常に強力だと思いますね。はい。マジで強いです。次。ユーハバハ。ここもね、だ書きすぎなのよ。まずは上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。ザンクトアルターン。終わりだ。思い知るがいい。思い知るがいい。甘いな。甘いな。ユーハバッハは赤攻撃タイプの強攻撃特化型、ついに強攻撃特化型で強いバッハですね。今までバトル向きなバッハだったんで、ついに強闘で使えるバッハが来ました。すべて攻撃に弱体がついて、強2が追尾設置、敵撃破ボーナス効果、撃破数ボーナス効果20、40、60、80とあって、20体で赤攻撃ダメージ 20% アップ、40体で強攻撃 40% アップ、60体で必殺技ダメージ 60% アップ、80体で必殺技使用回数プラス1、強攻撃クールタイム 14% 短縮、チームアビリティでチームパーティー効果、フィールド侵入時地属性の強攻撃クールタイム 20% 回復、アビリティで状態異常不要時一定時間レア 80% アップ、全状態異常無効。千年決戦2024年バージョンのユーハバッハ、フォローキラー、無所属キラーの、赤ですね。強攻撃クールタイム 14% 短縮、パッシブスキル1号と一緒に緊急回避回数プラス2回、緊急回避距離アップ、敵ガード無効、赤無効貫通、激化数ボーナス20、40、60、80で、強攻撃範囲 20%、 強攻撃ダメージ 40% アップ、強攻撃1つアッププラス2、強いね、強攻撃がね。必殺技ヒットスアップ 60% アップ、状態異常プラス5秒、防御低下能力かスーパーマー、全状態異常無効、状態異常不要時一定時間レア 80% アップ、フィールド侵入時地属性の強攻撃来るために 20% 回復。まあ一番の適性があるのは、限界討伐クエストでしょうね。ただまあ限界討伐クエストだったら、80体撃破も余裕なんで、必殺技2回打てますよっていうのがすごいですね。で、そうね、グループバトルでもいけるのかなと思ったんですよ。グループバトルで2回必殺打ったらすげえ強えじゃんと思ったんですけど、グループバトルは雑魚80体も出ないんで必殺は2回打てません。いけて40体撃破の強攻撃 40% アップ。でもこれでも強いと思うんですよね。赤攻撃 20% アップに強攻撃 40% アップまでいければかなり強いと思うので、しかも強攻撃型で追尾設置持ちなので、このバッハは限界討伐クエストが一番なのは間違いないけれども、僕はグループバトルでもいけるんじゃないかなと思いますけどね。ただ無所属キラー、フォローキラー、赤、ちょっとマジでわかんない。無所属キラー赤、
まあ対抗馬としてはホワイトでしょうけど、まあどうかな、ちょっとどっちの方がいいか本当なんとも、使ってみないとなんともな。でまあ強二の追尾設置も含めて安定感があるのはバッハなんじゃないかなと思いますよね。まあでも火力だけで言うと状態異常が入ってるとこちらの方が上になるか、強豪1つアッププラス2な上でこの劣勝状態時60、新色時40、はかなり強力か。100%で、いやーでもそんなこともねえか。また強攻撃 40% アップがあって、こっちはそれがないから、まあ、ウェーブ5まで行けば、バッハの方がいいかもしれないな。まあ、ウェーブ1から4までの間は、残念ながら、ホワイトのが上そうだけど、ホローキラー、まあホローキラー山 G がいくからな。山 G どころか、ブルーノさんがいますね。ブルーノはゲージがあるからね、ゲージがかなりねグループバトル向けなんですよね。使ってみないとわからないのと、あとはまあ必殺技レベルの関係でどうしようかなというところでしょうか。まあ、ただ待望の強攻撃型バッハですね。強いと思います。さあ次、森姫も書いてることが長いです。さあ、上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。織姫は青攻撃タイプの通常攻撃と型、強にはバリアと衰弱が同時発動、ソウル特性は火ダメ 20% ダウン、新アビリティバトル限定一定時間体力1維持、アビリティバトル限定開始10秒通常攻撃1スワッププラス1、アビリティ体力半減時通常攻撃ダメージ 50% アップ、アビリティバトル限定 開始時一定時間無敵、アビリティ通常攻撃1スワッププラス2、アビリティ体力半減時限定火ダメ 50% ダウン、アビリティスーパーマン。体調キラーで、まあ、最近体調が多いんでいいねというとこなんですけれども、運用法として、まあ、運用の分まずちゃんと見るか、キラー、体調キラー、ソル特性、火ダメ 20% ダウン、パッシブスキル、近畿回避数プラス1、麻痺無効、敵ガード無効、青無効貫通。通常攻撃1スアッププラス2で、一番左下、バトル限定開始時10秒通常攻撃1スアッププラス1となると開始時10秒はプラス3です。通常攻撃1スアッププラス3で、やってみないと分かんないですよ。やってみないと分かんないけれども、半減時に通常 50% アップがあるから、もう開幕速攻瀕死にしちゃっていいんじゃないかなって。だからもう防御を捨てて攻撃ガンブリ、僕は今までマキエはバトルでは使ってはいけませんって言ったけど、このキャラはマキエ使っていいんじゃないですかね。
負け使っても体力がっつり減らして、もう一定時間1体力1っていうのを有効活用して、通常とかあとは瀕死時全ダメアップとかを使っていくスタイルがいいのかなと。次のこの織姫対策のキャラが出るまではもうこのバトル終わんないですから、こいつ開始何秒かこれ書いてない、一定時間っていうのが、まあ、勝手に10秒かなと思ったんですけど、10秒は絶対バトルが終わりませんっていうキャラになってるとすれば、もうがっつり攻撃に振って体力を捨ててっていうのも必殺技レベルが低ければありなんじゃないかなと思いますね。対抗馬としては僕はチャドとか、一心とか、ごめん、チャドはダメだわ、チャド無敵貫通ないから一心ですね。対抗馬は一心でしょう。いやー、これは結構またバトルがめんどくさくなりますね。難しいと思います。青攻撃型なんで、まあ、離れたところでチクチクできるかなとも思いつつ、あとはまあバリア衰弱技ということで、自身が対策する場合はやっぱバリア貫通、敵バリア貫通をつけておかないといけないなっていうところもありますね。バリアの枚数は、バリアの枚数は自身3の味方1じゃない、これ。バリアの枚数プラスがないから。まあ、でも結構めんどくさいですね。対策がめんどくさいです。果たしてどこまで必殺技レベルが上げられるか。そして、ここまでが新キャラ3キャラ。ために二段攻撃の話もちょっとしとくか。その動画を見てると何回も何回も溜めてる間に攻撃が入ってるように見えたんですけども、あれはまあ、確かに出てるんですけども、1段目の攻撃は同じ敵には一度しか攻撃判定が行われません。逆に言うと新しく湧いてきた敵にはダメージ判定が発生するんですね。なので、バンバンバン、湧いてきた敵っていうのを一撃で倒せれば、どん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 進められます。まあ、溜めてる間は、攻撃を行えませんと。まあ、ちょっとどうなるか、グループバトルでどうやってやっていくかっていうのは気になるところですね。二段目の大攻撃は一段目の攻撃にボタンを押し続けていると一定時間経過後に自動で発動する強攻撃。一段目の攻撃と二段目の大攻撃の合計量は通常の強攻撃の2倍を超えるため、強敵相手にうまく行うことができれば非常に強力です。当てられっかなぁ。自身が追尾設置があれば追尾設置で固定中にボスに与えるってことができるけれども、他のサブキャラで敵を固定してないと2段目まで貯められるかどうかってとこですね。実際は多分2段目小攻撃っていう形がよく使われるんじゃないかなって思うけどな。バッハのこの撃破数は今後別のキャラで違う形でいろいろ使われそうですね。さあ、今回の、これはね、闇鍋と言っては失礼ですね。もう、美味しい光鍋。ついに、セネケ戦2022のメンツが闇鍋用意になりまして、特にウリュウとかは技属性で3系統アップ効果貫通持ちで非常に優秀で、イチゴも普通に強い、チャドもバトルで、まあ、無敵貫通がないけれども強い、そして何よりバッハ、ユーハバッハがここに入ってるんですね。これ入ってくるんですかというところですね。なので、技の織姫、力のチャド、心のユーハバッハ、これでバトル組めちゃいます。
ここ今までバトルキャラ困ってるって人はもうここ熱く回せばもういいんじゃないのっていう感じで、隊長ルキアもここに鍋入りしていますし、それ以降はまあよく見たメンツかなといったとこですが、マサキさんが、グループバトルの適性が高いですね。一心は巻物のクエスト僕使ってたりしますし、キャンディスもシェルニーターの中で非常に強いブルーになるキャラクターですね。一時期は出た頃とかは千年家戦力の質がやと同格とその言われるぐらいに使いやすい地属性の麻痺持ちのキャラクターでしたね。すごくいいと思います。そしてすげえ重要なこと、その他枠がありません。その昔はその他枠が始まった理由はこういう周年とか年末年始にその他 2% でガチャ確率が 6% じゃなくて 8% だよみたいなのが始まりだったのにもかかわらず、今回その他枠がないのは非常に良いですね。この星5一体確定っていうのがそこでその他とか来るとなんだよってなるけど、それがない、非常に良いですね。今後もその他なくしていいんじゃないかなと思いますけどね。で、ステップ25で新キャラ選べる星5確定。で、いや今まで、生放送のコメントとかで、いや25以上もあったらいいのにっていう風なコメントもあったんですけど、僕は正直否定的だったんですよ。いやいや、そこまで回したくないよと。25で約課金額で言えば10万超えてるんで、いや、それ以上回すのはしんどいよっていうところだったけれども、今回は初のステップ50まで、あります。ステップ50まで行くともう一回選べる星5チケットがもらえます。いや、そこまで、いや、まあでもそれぐらい魅力的ですけどね。非常にいいキャラクターが揃ってますが、いや、ガーだな。で、ピックアップも紹介していきましょう。今回ちゃんとピックアップがあります。この強い3キャラに、まずはユーハバッハ。まあ、ローズが通常 30% アップかな。そうよね。ここはその他ありますと。クインシーキラー、体調キラーか。はい。ローズが通常30、次が15、まああれキスケ、このキスケはクールだっけ、クールか、はい。ヤマジーが人間キラーのところで頑張れば活躍できるかなっていうところですけど、まあまあ厳しいですね。で、のぞみが、臨境火薬アップと雫アップのキャラクターですと。ラストが織姫なんですね。体力最大時のスターク。そして、何キラーだっけ、かけられる。フォローキラーか。嘘ついた。無所属キラーの通常枠で活躍できるかけろざ。っていうピックアップもありますよと。なので、まあ、50まで回すよりは、25で止めて、それぞれのピックアップでレベル間を目指す方がいいんじゃないかな、と思いますけどね。まあ、僕もどこまで回すかはちょっとまだ、わかんないなぁ。15はどうするかな、レベル間を目指すかどうか。まあ、いうとこですね。バッハも相当強いし、というとこですかね。いやー、今回はね、悩ましいぐらいに強いガチャです。まあ、25までは間違いなく回しますね、僕はね。それ以降をどうするか。非常に良い。
僕はまさきさんの特別抽選を回したいなって思うし、バッハレベル前にしたらバトルに復帰するなって思うし、いちご全然レベル高くないから上げたい。あの、心のいちご、あ、違う、どっちも心だ。古い方のいちごも、レベル上げれたら嬉しいなって思うし、っていうとこかな。がっつり回そうと思います。皆さんも、ご利用は計画的にですが、ここは熱く回していいと思います。さあ、今回はここまでです。あばば。皆さんも頑張っていきましょう。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。